ということで、えーえー、日本人野球選手成績予想動画の時間です。はい、ということで、えーとまあ、中日、えー、石川拓也選手ですね。中日ファンの希望の星でもあり、えー、今後のね、えー、球団の未来を背負う、まあ、トッププロスペクトということで、石川拓也選手なんですけど、まあ、2022年、えー、飛躍が期待されたシーズンでしたが、 えー、37試合、141試合に出場して、ホームラン5本と、まあ、打率2割2分5厘でね、えー、打率はすごい低かったんですけど、まあ、チームがね、ちょっと超打力不足に苦しむ中でね、えー、ロマン砲として、えー、結構活躍してくれて、割とファンの期待を背負っていたんじゃないでしょうか、まあホームランのペースだけで言えばね、年間20本ぐらいのペースですね、まあ、フル出場して、まあ、年間20本ぐらいは期待できるぐらいの数字ではありました。 まあ今年、えー、21歳、現在21歳ということでね、まあ、そろそろそうです、ね、プロ3年目、えー、で来年4年目になってきますので、そろそろ1軍での実績が、ね、ある程度欲しいぐらいの年齢にはなってくるシーズンなんですけど、まあ、そんな石川隆也選手、まあ1年目まあ、実質1年目の今年、ね、ホームラン5本で、まあ、怪我とかあったりして、ね、すごく残念ではあるんですけど、 まあそれでもねあのそれなりに結果を残したっていうのはすごく、あのー、大きいんじゃないかなと、個人的には思います。でそんな石川拓也選手のね今後の成績の予想なんですけど、まあ2022年がホームラン5本ということで、来年のホームランのペース、来年なんですけど、271打席で143試合出場は、これ多分入力ミスなんですけど、えー、来年ね271打席に立ってホームラン10本ということで、まあホームランのペース。 的にはまあ、今年とあまり変わらないですがまあ、かけた本塁打を期待できるんじゃないかというぐらいの予想になってすます。まあ、打率もね2割4分8厘ということで、えー、上げましてね、全体的にかなり見れる数字になってくるんじゃないでしょうかね。まあ、そのままそのペースで、えー、数量成績を上げていきましてまあ、最終的に まあ、全席2割6分25本ぐらいのね、バッターになるんじゃないかという、今のところそれぐらいの予想にはなってます。まあ、OPS7 割4分5人ということでね、まあ、名古屋ドームっていうのはホームランが出にくいっていうところもありまして、まあ、なかなかね、成績を、バッターが成績を伸ばしづらい環境ではあるんですけど、まあ、その中でね、えー、日本人右打者でホームラン30本弱、 25本ですね、えー。打てる可能性を秘めている現。現段階でその可能性を秘めている。ここからさらに大きく成長してね、まあ、飛躍があれば、さらに成績を伸ばす可能性がありますから、まあ、それだけ可能性を持ったね、まあ、トッププロスペクトであるっていうことはね、まあ、揺るがないんじゃないかというような感じですね。で、まあ、個人的にね、えーまあ、思うところとして、まあ、打率はね、あのー、打率っていうのは安定しないんで、いろんな要素が絡んでね、 上下するものではありますんで、で、まあ、かつね、あの、今回の成績予想は、たった2年間、しかも、ほぼ、あのー、1年分の実績ですね、141打席しかたってないんで、まあ、その辺でね、えー、数字自体の信頼性っていうのは、すごく、あの、まだまだ低いんですよね。まあ、打席数増やして、どんどん数字の信頼性を増やしていかないと、まあ、未来予想っていうのは確実にはならないんで、まあ、これはね、あくまで、まあ、現状の目安みたいなもんだと思っていただければと思うんですが、 まあ今のとこ、あのー、なんていうんですかね、いろいろ中日球団のそのファンとしていろいろ不安な気持ちはあるかもしれないんですけど、ただ現状の成長ペースで、成長曲線、まあそのプロ野球選手がだいたいこれぐらいの曲線で成長するっていうのは、たいあのーああのー、傾向としてあるんですけど、まあ一般的なその成長曲線に乗,乗っただけでも乗,る乗れば、 まあ、ホームラン20本ぐらいは打てるバッターになるっていうことなんで、まあ、これはね、別になんかその、そんなに悲観的になることもないですし、まあ、心配しなくて大丈夫なんじゃないかなという、まあ、そんな感じですね。はいまあ、僕個人的にはね、まあ、ただあの、もうちょっとフォアボールが選べるようになればね、まあ、いいかなと思うんですけど、まあ、ただまだ若い選手ですしね。 あのこれ年間フル数をしてフォアボール20何個とかいうレベルなんでさすがにちょっとフォアボールが選べなさすぎる、まあ、でもこの辺もね、えー、経験を重ねればね選球がもう上がってくる部分ではあると思うんで、まあ、カバーできる部分かなと思います。 で、まあ、今年はあまりフォアボール選ばなくて、三振が多くて、BBK0.24 ですが、まあ、この傾向が続いていくと BBK0.4 とかになってくるんですよね。もうちょっと長打力が増えれば、フォアボールも増えてくる部分なんですけど、まあ、どちらにせよね、あのー、この辺の問題はクリア、いずれクリアしていかないといけないかなと。思います。で、すごいくしゃみが出そうなんですけど。で、えっ、ー、と、今シーズンの成績ですね。 えー、ボールゾーンスイング率33.2%。まあ、まだね、えー、若い選手なんで、まあ、これぐらいの数字になっちゃうのは仕方ないと思います。まあ、ボール玉に手が出ちゃうのは仕方ないし、まあ、でもゾーン内の球に対してもね結構積極的に、えー、仕掛けていくことができているのは、まあ、ポジティブに見れる要素かな。あのー、ボール玉に手を出して、でもあんまりゾーン内に手を出さないっていうのはちょっとこう不安になってくるんですけど、ゾーン内の球にも、えー、積極的に手が出せているのは プラスかなと思いますし、あとね、かなり、あのー、いいなと思ったのは、このコンタクト率の高さですよね。ゾーン内のコンタクト率89.7%ということで、まあ、この辺もね、打率2割2分5厘ってすごい低い数字で、まあ、ちょっと、いろいろね、なんか思うところあるかもしれませんが、このコンタクト能力の高さっていうことを考えれば、まあ、いずれ適用してくれば、しっかりね、1軍でも結果が出せるようになってくることは間違いないと思います。えー、加えてね、えー、素晴らしいですね。 フライをどんどん打てるっていうのは素晴らしいことです。あの、とにかくね、フライが打てるかどうかっていうのがホームランバッターの資質であるっていうのはずっと僕は口酸っぱく言ってますけど、まあ、フライの割合が58.7%ということで、えー、打てていると。だまあ、そのフライがなかなかホームランになってない。8.2%しかホームランになってない。まあ、これは本人のパワー不足っていう部分もあるとは思いますし、まあ、あと、名古屋ドームの環境っていう部分もいろいろ絡んでくると思うんで、何とも言えませんが、まあ、そういう感じです。 ただね、個人的にすごく気になったのは、引っ張りの割合がすごく少ないことですね。引っ張りの割合が29.3%しかなくて、センター方向に5割近く打球が飛んでる。これが僕すごく気になってまして、その、まあ何度も言ってますが、引っ張ってフライを打てるかどうか、これがホームランバッターに必要な資質なんですよ。まあ、いろいろね、球団の方針とかいろいろあると思いますが、ガンガン引っ張ってどんどんフライを打ち上げて、 どんどんホームランを狙えるようになっていけば、ホームラン30本は確実にいけるはずなんですよ。このポテンシャルですからね。ただ、それがセンター方向に49.5%も打球が飛んでいるということで、センター方向へのバッティングはね、えー、悪いとは僕は言いませんけども、まあ、石川昂也選手はね、求められているものが長距離砲であり、チームの中軸であることを考えると、センター方向にね、打球を飛ばしたところで、まあ、選手としての価値は上がらないだろうなという感じですね。 また、ハードヒットの割合もちょっと低いですね。もうちょっと強く捉えた打球があの増えてくると、えー、長打力も上がってくると思うんで、なかなかね、打率が伸びなかったっていうのは、この打球の質の部分もあると思うんですよね。打球がもうちょっといい打球が増えて、質が上がってくればあの、ヒット性の打球が増えて、打率も上がってくると思うんで、まあ、その辺がね、まあ、とにかく打率も上げて、ホームランも上げるっていう方向に繋がってくると思うんで、まあ、 まだ若いんでね、ごちゃごちゃ言うのもあれなんですけど、まあそういう感じっていう話ですね。で、えー、っとね、えー、今ちょっと PC が重いんですけど、はい、えー、守備力に関してですが、316イニングしか守ってないので、これもなんとも言えないんですけど、一応守備プラスなんですよね、ウズラ1 4はレンジ3.1ということで、素晴らしいですよね。まあ日本人で、まあ、1塁しか守れない大砲っていうのは、やっぱり使い勝手。 困る選手になってきますよあのなかなかね使いにくい選手なんですけどあの3塁を守れればね、まあ、村上選手とかもいますけど、まあ、あの3塁の外国人選手を補強するって難しいんですよねやっぱりあの3塁手ってある程度打撃が求められてかつ守備力も高くないといけないっていう結構ハードルが高いんですけどそこを外国人で埋めるっていうのが現代だとかなり難しいあのもう外国人選手で3塁を,を埋めるのはなかなか あの厳しいので、打撃を捨てるか、守備を捨てるか、どっちかになってきたりとかいう感じになるんで、どっちもできる外国人ってのは難しいんですけど、チームのね、日本人でこれだけまあ打てるような、打てる選手になる可能性を秘めていて、かつ守備もうまいのであれば、このまま三塁としてね、成長していけば、リーグトップの三塁手になりうる可能性も秘めていると。 まあ、こうやって見ると、やっぱり石川拓也選手のポテンシャルっていうのは本物だと思いますし、やっぱりフライ打てるんですよね。これ大事ですよね。やっぱりこのポテンシャルがある限り、石川拓也選手の評価はね、あの、上がり続けるでしょうと。まあ、あとは、あの、今年は1軍で141打席ぐらいしか立てなかったんで、まあ、これをね、年間400打席、500打席立った上で、似たような打撃成績を続けていけば、 あのー、間違いない、あのー、かなり数字として信頼できる選手になってくるかなというふうに思います。まあ、どちらにせよ、ね、あのーまあ、石川昂弥選手ね、こうやって見ていくと、まあ、指標的にも、ね、かなりポテンシャルの高い選手であるということは、多分皆さんも分かっていただけると思うんですよね。ということなんで、まあ、なんていうんですかね、あとはとにかくもう我慢して、試合に出し続けて、えー、育つことを願うしかないんじゃないでしょうか。 はいまあそんな感じでね、えー、今回見てきましたけどもね、まあ、OPS 今年6割7分5人で来年7割1分、まあ、OPS7 割あればね、まあ、まずまず我慢できると思うんですよ割と納得がいくと思うんで起用,起用にはね、まあ、それぐらいの数字を残してもらってね、あのー、ホープとしてしっかり経験を積んでほしいところなんですが 全十字じ体帯をちょっとやってしまったので、復帰にどれぐらいかかるか、どれぐらい全力発揮できるかっていうのが一番不透明なんですよね。守備面も含めて、やっぱり全十字じ体帯、下半身の負傷っていうのは、いろいろ響いてきたりするんで、なかなか難しいところがありますよね。だから、そこも含めてね、ちょっと来季以降、楽しみに、そしてまあ注視して見ていきたいと思いますね。少ななくととも球界ののトトッププロスペクでであることに変わりはないので えー、頑張っていただきたいです、はい。ということで、今回はそんな感じでね、えー、石川貴弥選手の、えー、成績と、えー、今後の展望について、えー、語ってきました、はい。ということで、そんな感じで今回は終わっていきたいと思います。また次回ババイバイ